1966年、昭和41年2月4日18時、東京都大田区雪ヶ谷小学校、6年生の椛島恵美子ちゃんと、2年生の弟、ひろしくんの兄弟2人は、1時間以上も前から、羽田空港の到着ロビーで、両親が搭乗している、札幌発の全日空60便の到着を、今か今かと待っていた。兄弟の父は、家電ショップを経営し、その販売成績が優秀であったため、交渉旅行に招待され、夫人同伴で、1泊2日の札幌雪祭りの旅に参加したのでした。夫婦にとって、子供たちを家へ残しての旅は初めてのことでした。夫婦が搭乗している全日空60便は、予定時刻になっても到着せず、出迎えに来た2人の子供たちが、生きた両親と再会することは叶いませんでした。まだ、あどけない姉と弟は、かけがえのない両親を奪われてしまったのです。乗員、乗客133名を乗せた、当時、最新鋭のボーイング727は、羽田空港手前 14km の、冬の凍てつく東京湾に墜落していたのです。この時点から、搭乗していた133名の、家族や親族の苦悩が始まったのです。着陸予定の3分前、JA8302、着陸灯を点灯せよ。という管制官の呼び出しに、応答はありませんでした。19時4分には、全日空60便の後続の日航コンベア880便が着陸。そのパイロットから、19時1分ごろ、木更津方向から進入途中、ミニカ砲千葉港沖に、一瞬火の玉を見たという報告がなされ、日航から全日空へ伝えられたのでした。また、東京湾を航行中の船舶からも、同様の報告が入っていた。ボーイング727は、1964年2月に初就航した、最新鋭の3発ジェット旅客機でした。1964年1月、日航、全日空ともに727を発注、受領は翌年の予定でしたが、全日空は、日航に先んじて、機材と乗員をチャーターし、全日空初のジェット旅客機を、羽田札幌間のドル箱路線に投入したのでした。後発の727が、先発の日航のコンベア880を追い越す場面では、ただいま、当機は、先発の日航機を追い越しました、というアナウンスが流されたこともあったようです。事故機の総飛行時間は1703時間15分で、まだ、新しい機体でした。第3エンジンは、事故以前から、異常振動などのトラブルを起こしており、オーバーホール後も、そのトラブルは解消されなかったという。不運な事故に遭遇したボーイング727は、どんな性能を持った機体だったのでしょうか。727は、離着陸性能向上のために、幅が広いスラット、およびトリプルスロッテッドフラップなど、それまでにない強力な高揚力装置を備えており、主翼の後退角は32度と深めで、3発エンジンと T 字型尾翼、強力な高揚力装置の組み合わせにより、高速での飛行と、上昇や下降などの運動性能が優れた機体でした。しかし、着陸時の下降率を高めに設定できたことから、この機体が就航した初期段階で、下降の際の判断ミスなど、ヒューマンエラーによる墜落事故が何件か発生していたのです。事故は、この優れた運動性能に関連があったのでしょうか？全日空60便の機長は高橋機長、39歳。旧海軍飛行訓練生で、1954年、昭和29年に全日空に入社。総飛行時間は9715時間48分で、そのうち、727の機長としての飛行時間は284時間余りでした。機長は、毎日天気図を切り抜いて手帳に貼り、日々の飛行の記録を残すという几帳面な性格の持ち主でした。千歳空港を17時55分に離陸した全日空60便、ボーイング727は、飛行ルートを順調に南下して、茨城県の第5無線標識上空を18時48分、高度2万6000フィート、約7800メートルで通過。第5通過後、徐々に高度を下げていったのです。この時点からの全日空60便と管制とのやり取り、および
飛行状況。18時50分01秒、全日空60便。オール日本、JA8302、第5ポイントを48分に通過。東京 VOR 通過見込みは56分。現在、1万4000フィートへ向けて降下中。18時50分11秒、東京アプローチ。了解。東京 VOR、オビツポイントを経由し、木更津アウターマーカーへの飛行を許可する。高度1万4000フィートを維持せよ。18時54分27秒、霞ヶ浦上空、全日空60便。高度1万6000フィートを通過。木更津までの IFR、景気飛行の許可をリクエスト。18時54分38秒、東京アプローチ。東京 VOR を1万4000フィートで通過し、1万フィートまで降下せよ。18時56分28秒、全日空60便。オール日本、JA8302、東京 VOR 上空通過。18時56分41秒、全日空60便。高度1万1000フィートを通過。18時57分31秒。羽田空港のレーダーが、千葉市東部上空を飛行する全日空60便の機影を捕捉。60便が、このまま IFR で飛行を続ければ、木更津上空で右旋回して、通常の着陸進入になるはずであった。だが、機長は、なぜか IFR をキャンセルしてしまったのだ。18時58分39秒、全日空60便。東京アプローチ、オール日本、JA8302、IFR をキャンセルする。当時、多機の運航に支障がなければ、VFR 有視界での飛行に制限はなく、それは機長の判断事項でした。アプローチの管制官は江戸川上空から進入するコースを取るのだろうと思い、江戸川ポイントに向け進入しながら連絡せよと応答し、有視界飛行担当の管制官に引き継いだのです。ですが、60便は江戸川ポイントへは向かわず、ショートカットしてベースレグを目指したのでした。18時59分04秒、全日空60便。IFR を取り消して、VFR で着陸する。騎馬上空を通過。着陸指示を請う。18時59分09秒、羽田空港管制。了解、JA8302、千葉通過後は、滑走路33ライトのベースレグに達したら報告せよ。風は、時方位20度から10ノット。18時59分18秒、全日空60便。了解。滑走路33ライトのベースレグに達したら報告する。19時00分10秒、羽田空港管制。JA8302、コンベア880が、30秒前に木更津アウターマーカーを通過した。コンベアを視認できるか ?19 時00分20秒、全日空60便。現時点では視認できない。現在ロングベース。このやり取りを最後に60便との交信は途絶えてしまった。何の前触れもなく、19時00分51秒、羽田空港管制。 JA8302、 着陸灯を点灯せよ。この管制灯の呼びかけに60便からの応答はありませんでした。19時00分20秒から19時00分51秒までの、このわずか31秒の間に、60便が墜落を免れない、また、メイデーも発信できないような、突発的な出来事が起きたのでしょう。60便が滑走路に降り立つことはありませんでした。当時、国内の旅客機はブラックボックスを搭載しておらず、事故後、ヘドロが厚く堆積した東京湾の海底から、機体の約9割が回収され、同年3月30日には、同一機種による飛行実験も行われましたが、原因の解明には至りませんでした。1970年9月29日に、運輸大臣に提出された最終報告書の結論は、以下の文言であった。JA8302 が、夜間、有視界飛行方式としては、異常な低高度で東京湾上に侵入し、現在、ロングベースと通報した後、節水するに至った自由は不明である。この無味乾燥な文言は、60便の乗客に対して失礼であると言わざるを得ません。
事故調査委員会は、4年半以上の歳月を費やしながら、なぜ、このような結論に至ったのでしょうか。憶測される理由は、唯一無二の手だ一つ。航空工学界の権威であり、フランスのカラベル、イギリスの BAC、それに、アメリカのダグラスを退け、ボーイング社の727の導入を積極的に推奨した木村秀正委員長の存在でした。当時ジェット機の導入にあたって航空会社に同一機種を選定するよう運輸省から勧告があり、機種選定の過程で727型機の性能を高く評価していた木村氏の意向が強く反映されたのでした。立場上機体欠陥説を取りづらい利害関係者である木村氏が、よりによって事故調査委員会の委員長に選任されたのです。現在ではまず考えられないことです。その木村氏に影響される形で形成された操縦ミス説の多数派と全日空側の後押しを受け、機体欠陥説を強く主張した同じく航空工学のエキスパートである東京大学教授山名正夫委員らは激しく対立しました。機体を製造したボーイング社にとって、山名委員の機体欠陥説は、非常に好ましからざるものであり、最終報告書の文言の陰に、アメリカの当局側から水面下の働きかけがあったのかもしれません。木村委員長が唱えた説は、全日空60便は、すでに日が暮れた漆黒の東京湾上空から急激な降下をしたために、機体の引き起こしのタイミングを誤って、着水してしまったのだろうというものでした。また事故調査が進捗するにつれて、60便の墜落の原因ではないかと思われる証拠や状況証拠が浮かび上がってきたのですが、木村委員長はことごとくそれらに目をつむってしまったのでした。結局最終報告書では事故原因は無味乾燥で当たり障りのない表現不明であるということにされ、幕が下ろされたのです。排除されてしまった山名正夫委員らの主張は次の通りであった。まず右側の第3エンジンを機体に固定する円錐形のボルト、最も細い部分の直径がわずか 13.5mm のコーンボルト3本のうち、前方上部のコーンボルトが金属疲労で破断するというトラブルが発生した。ついで後部のコーンボルトが重量約2トンのエンジンが振動する負荷に耐えられずに破断してしまった。エンジンがコーンボルト1本で支えられる宙吊りのような状況が作り出され、飛行不能に陥ったのではないかというものでした。その根拠としてエンジン取り付け部分の機体の外皮に残っていた破断した前方上部のコーンボルトにより傷ついたと思われる打痕を指摘したのでした。当初全日空60便は高度1万フィート、約3000メートル付近を飛行していたと思われていました。しかし、事故の約2年後、全日空60便の目撃者の証言資料を航空局の調査官が丹念に調べ直していた際、そのうちの3件の資料に目が留まったのでした。それらは、すべて全日空60便の飛行高度に関するものでした。1件目は、千葉市松ヶ丘を通行中の高校生ら3人が1000メートルほどの上空を飛行していた60便を見たというもので、2件目は目撃地点から見て3本の電線が交差して作る三角形の中央を60便が低い高度で西に向かって飛行していったという白旗在住の S 氏の証言だった。なぜ低い高度だと判断できたかについては、川崎製鉄上空を飛行していた60便の水平尾翼が製鉄所からの真っ赤な光を受けて浮かび出されていたからだと述べた。管制官の指示通り高度1万フィートを飛行していれば製鉄所の火が反射することなどありえない。三角測量の結果、全日空60便の推定高度は高くても2000フィート、600メートル以下であっただろうと推測された。3件目は、2件目の目撃証言を補強するもので、S 氏の住宅からほど近い、千葉市消防局、老井浜出張所の職員1名が、東京電力の鉄塔の延直線上空を飛行する60便を、監視塔から目撃したものであった。すでに、全日空60便は、管制塔の指示を無視した、極端な低空飛行をしており、
急激な加工の必要などあるはずもなく、加工時の操縦ミスなど成立しない。川崎製鉄の工場は、羽田空港から約28キロ離れた位置に立地しており、空港から発信される ILS の電波に加工しながら、スムーズに乗るためには、1800メートル程度が望ましい高度であった。また、同年7月21日に、日航の727機で、全日空60便の事故原因になり得るかもしれない、重大インシデントが発生した。この重大なインシデントは、機長が減速するため、フライトスポイラーのレバーを操作した時に起こったのでした。コックピットクルーの全員が、機体が沈み込んでいくような、感覚を覚えたのです。機体の沈みといっても、日航機で起こったものは、乗客が感じるほどの大きなものではなく、日々、飛行機に乗務しているコックピットクルーだけが、感じ取ることができる微妙な違和感でした。ところが、コックピットのパネル上には、赤い警告ランプが点灯していたのです。それは、飛行中に絶対に使用するはずがない、グランドスポイラーが、作動しているという警告表示のランプでした。航空機関士は、自身の目を疑い、慌てて、主翼の状況を確認しに行ったのだった。すると、左右のグランドスポイラーが、すべて展開している事実を目の当たりにして、愕然としたという。航空機関士は、すぐさま機長に報告。機長が、フライトスポイラーのレバーを、元の位置に戻すと、なぜか、グランドスポイラーも、正常な位置に戻ったという。727機では、フライトスポイラーもグランドスポイラーも、同じレバーで操作するメカニズムになっている。グランドスポイラーは、滑走路に設置したとき、メインギアの車軸が、機体の重みで、軸受けに3インチ、7.6 センチ以上食い込んだ状態になったときにのみ、作動するように設計されているが、その後の調査で、食い込んだ車軸を、元に戻すための部品の素材に問題があって、車軸が食い込んだままの状態であったことが判明した。727を運航していた航空会社は、すべての機体を回収することになった。だが、その衝撃が冷めやらぬうちに、またしても、大阪東京間の全日空機で、同様のインシデントが起こってしまったのだった。事故調査委員会の委員を、途中で辞任した山名正雄氏は、日航機と全日空機で、相次いで起こった、重大インシデントの発生を受けて、後日、新たに推論を展開した。では、その山名氏の推論に基づいて、全日空60便に起こった状況を再現してみたいと思います。事故機の第3エンジンは、機体右側のビブ水没地点から、なんと220メートルも離れた場所で発見された。これは、墜落以前に、コーンボルトが空中で破断し、機体との圧着力が低下していない限り、起こり得ないと山梨は判断した。数百回に及んだ模型を使った節水実験で、そのことは確認済みであった。では、なぜコーンボルトは破断したのだろうか？事故機の全日空60便は、第5無線標識と東京 VOR 上空までは、報告通りの高度を維持して飛行していた。だが、千葉市上空に差し掛かったとき、IFR をキャンセルして、ショートカットすることを機長が決定。通常の高度より、おびただしく低い高度、600メートル以下で飛行していた。燃料の節約のためなのか、ただ単に、早く着陸したかったのか、その理由は不明である。機体に、何らかのトラブルが発生していたのであれば、機長は、それを報告したはずである。だが、その報告はなかった。高度が600メートルでも、着陸に支障をきたさない。アウターマーカーの地点まで水平飛行を続け、ILS の電波に乗れば問題はない。当時は、航空法の規定も緩く、着陸後の予定について、コックピット内で会話が弾んでいたかもしれません。60便は、低空で、東京湾上空の水平飛行を続けた。しかし、突然、予期せぬトラブルに見舞われたのだった。千葉の沖合約12キロ上空で、機長が、減速のため、フライトスポイラーのレバーを操作したところ、機体が急に沈み込み始めたのだ。それは、グランドスポイラーの誤作動によるものだった。だが、機長には、その原因がわからない。
墜落の危険を感じた機長は、反射的にエンジンの推力を上げ、操縦桿を引き、機首上げ操作を行った。だが、機体の沈み込みは解消されず、機長は、さらに操縦桿を引いてしまった。その二度目の機首上げの操作が、命取りになってしまったのだ。機体の向かい角が11度以上になり、翼面上部の気流が剥離して失速を招いてしまった。エンジンに流れ込む空気の量が減って、コンプレッサーストールが起き、不完全燃焼のガスがエンジン後部で爆発。その衝撃によって、前方上部のコーンボルトが破断。ほとんど壊れかけたエンジンから、不完全燃焼のガスが空調設備を通じて客室内に流入。一過性の爆発を引き起こしてしまった。機体は急激に高度を失い、速度220ノットから240ノット、時速402キロから440キロくらいの速度で、やや右にバンクし、逆に機首は左側に触れて横滑りしながら、向かい角9度ないし10度、仰角7度ないし8度という浅い角度で接水し、第3エンジンが右斜め前方に弾き飛ばされた。その後、機体は何度かバウンドを繰り返し、300メートル以上も進んで、180度旋回した状態で着水し、水没した。そこは、グランドスポイラーが誤作動したと思われる上空から、約2キロ進んだ、羽田空港の沖合14キロメートルの地点であった。事故機にトラブルが発生してから、着水までに、わずかではあるが、時間があったため、悲壮感が漂う中、シートベルトを外したり、救命胴衣を膨らませた人もいたのでしょう。グランドスポイラーが作動していたという根拠は、作動した状態、つまり立った状態であったため、その背面に着水時の衝撃による破壊の痕跡が認められなかったことによります。ご視聴ありがとうございました。